はい、どうも、リンゴです。今年はハリーポッターの、初版発行から、まあ、20周年ということで、映画は19周年かな、なんですけど、まあ、いろんなイベントがあっておりますね。まあ、11月6日より、ハリーポッターと賢者の石の 4DX3D 版が、全国一斉公開されるということで、これめちゃくちゃ楽しみです。ハリーポッターの世界を、まあ、映画館で体感できるんですね。ユニバの体感ライドも、めちゃくちゃ好きだったんですけども、2時間、ウィザーディングワールドに入り浸れるのは楽しみですよね。金曜ロードショーでもハリーポッターとファンタビが連続放送されています。ハリーポッターの最初の3部作とファンタビの2作目、ファンタビは黒い魔法使いの誕生今やるらしいんですが、ファンタビは多分1作目見ないと意味不明かもしれませんね。ハリーポッターとファンタビの新しいファンがこう増えてくれるといいですけどね。で、今回はハリーポッターの世界の魔法アイテムの一つ、アクション透明マント、こちら透明マントが、届きました。今限定生産で販売中。以前は海外のサイトでも買えたと思うんですが、これは日本語解説付きとなります。映像の視覚効果技術を活用して、製品化されたもので、専用のアプリを通して、撮影するとマントを覆った部分が透明になるということですね。まあ、動画編集のクロマキーと同じようなものかと思いますけども、早速、開封していきたいなと思います。で、これがマントとなりますね。一応これは子供向けの製品なので、大人がこう羽織るにはちょっと小さいかなと思うんですが、なので大人が立った状態で羽織ると、全身は隠れませんね。一応このスマホ用の三脚もついております。三脚は高さ調整はできませんが、この足の部分が結構柔軟に変えれるので、他もいろんなところに、設置できそうですね。あとは日本語版と英語版の説明書がついております。日本語版すごくしっかり書き込まれているので。わかりやすいので、すごく助かります。アプリを、ダウンロードします。では、透明マントを羽織ってみます。消えてますね、これは。ちょっと輪郭が目立つこともあるんですが、十分首だけになってます。全身を隠すということもできます。これ気をつける必要があるのが、まず最初に背景をこう記録するらしいので、録画ボタンを押す前に、自分カメラの外に出ておく必要があります。はい、ということでこちら透明マント紹介してみました。こちら税別で、7800円。まあ、こういった高額迷彩がこういつ開発されてもおかしくないですよね。魔法が現実になりつつあります。気になった方は、こちらチェックしてみてください。じゃ、またね。チャンネル登録はこちらからお願いします。